はい、皆さんこんにちは。動きのコツ研究所リハビリセンター医学療法士の西川和弘です。今日は歩くときにつま先、麻痺側のつま先が外に向いてしまうというようなお悩みがある方に向けたリハビリ動画になります。普段麻痺側に体重を乗せたりとかですね、振り出しを外から分回して振り出さないように気をつけている方も、多くの方が結構外を向いてしまう方が多いんですね。そのあたり、何が感じられていないのかとか、どの練習からしていけばいいのかということをご紹介していきますので、ぜひ最後までお見逃しなくご覧ください。そして案内をちょっとさせていただきます。私たちこのリハビリ動画 YouTube でたくさん上げておりますけれども、普段平日ですね、リハビリライブというのもやっています。そちらは1時間ぐらいのライブになるんですが、いろいろと日によってテーマが変わります。そのテーマに合わせて皆様がですね、チャットで書き込みをしていただきますと、その場でご相談をいただけます。すごく当事者同士での盛り上がりもあったりとかですね、皆さんご視聴いただいている方同士でのつながりとかいうのも得られますし、本当に参考にしていただければと思います。そのためにですね、皆様この YouTube の下の説明欄のところにチャンネル登録する場所がございますので、ぜひそちらをクリックいただいて、チャンネル登録押していただいたら、次にベルのマーク、こちらをタップしましょう。そうしたら通知がいつ来るかというのをね、設定できますので、全てというところを選択していただければ、いつでもこの YouTube ライブ始まるときにですね、事前に皆さんのメールの方に通知が行く形になっておりますので、ぜひチャンネル登録の方もしてください。では始めていきましょう。はい、それではですね、今日は左側を麻痺側で説明していきます。歩くときにつま先が外に向いてしまう、このようなお悩みないでしょうか。皆さん手すり持っていたり杖持っていたり、歩くときにつま先が外に向いてしまう、このように向いてしまうと、なかなか体重をつま先の方にかけにくかったりとか、しっかり支えてる感じがない、または振り出そうとすると振り回して分回しと言われるような歩きになってしまったりしていないでしょうか。ここをですね、普段直そうとしても、お体をねじるように修正してみたりとか、なかなか装具をつけているので足を内側に向けるというのが難しいような方もおられると思います。ここで悩んでいる方は、歩いているところで直そうと思ってもなかなか難しいんですね。動きのコツでは感じることが大事だということをお伝えしておりますので、この歩いたり立ったりしているところでは修正が難しいということは、正しく感じられていない証拠なんですね。ではこのような場合の方はどのような部分からチェックしていくのかですが、まず1つ目、立ち上がった後の足の状態を確認してみてください。この時点でもうつま先が外に向いてるよというような方は、もうここで感じられてない、正しく支えられていないということですから、一度座ってですね、立ち上がるところから確認しましょう。では立ち上がる場面で確認するのは、麻痺側の足が立つ前にしっかりとつま先が外に向かずに準備ができているかですね。まずこれ確認してください。そして手すりを持ってお辞儀をしていくときに、どうでしょうか。今つま先は外に向いていませんか。そしてこの時に体重が太ももから足の裏にちゃんと伝わっているかなんです。ここが伝わっていなかったら体重がかからないので足がまた外に向いてしまいます。今はこれ大げさにしてますけども、こういうふうに
動いてしまう可能性がかなりあるんですね。ですので立ち上がる前のこの時点でしっかりと支えが感じられるかをチェックしてください。中には装具、この装具を使っていて足首が曲がらないっていうような方もいるかもしれません。そのような方は装具を外す、もしくは装具の一番上のバンドだけちょっとだけ緩めていただいて動くようにね、設定を変えて練習するのも一つですが、皆さんがその装具をためておられるというのには原因があるんですね。足首が硬かったり内反がギュッとなったり、このようなお悩みがあるから多分今装具をされておられると思いますので、あまりね無理に外したりしないように気をつけてくださいよ。はい、では太ももからお尻ねからちゃんと足の裏感じられたら、ずっと足を確認しながら確認しながら立ち上がってみましょう。そうすると先ほどは外に向いていたつま先も今はまっすぐ支えられてますよね。はい、ここがまずねちゃんとできているかによって歩く時のつま先が外向くかどうかが決まってきます。ここまでができていない、感じられていないという方が非常に多いですので、まずは皆さんもう一度おさらいだと思いながら確認してみてください。そしてこの後ですね、支える時もしっかりと足の裏が感じられてたら、良い側の足を一歩出しても麻痺側は外に向きません。しかしこの一歩出すのも大きく出してしまう方非常に多いですね。大きく出してしまうと足がまたこう引けてね外に向いてしまったりしますから、良い側の足は小股で出してみましょう。そうすればつま先はまっすぐ向いた状態で保持ができるかと思います。まずここまでをちゃんとできているか、そしてもしできているかどうか見ていただきたいっていうような希望のある方は LINE の方に動画を送っていただきましたら、私たちちゃんとお体できているかどうか確認させていただきますし、さらにアドバイスもさせていただきますので、ぜひ皆さんですね、わからない場合は LINE の方で動画を送ってください。このように皆さんからご相談いただきましたら、いつでも私たちは返信していきますのでね。はい、今日の内容は歩くときに足が外に向いてしまう方、これはですね立った状況ではなく、まずは立ち上がるところから太もも足の裏がちゃんと感じられているか、もしくは立つ前の足の位置ね、向いている状態がちゃんと修正できてね立ち上がれているかなどを確認してください。足が外に向いて開いてしまうよというような方は、麻痺側では、良い側ですね。ごめんなさい。良い側の手で少しサポートをしていただきながら、しっかりと支えられるかを確認して、その後、手すりを持ってゆっくりと立ち上がってみましょう。正しくできてたら必ずうまくいくはずですので、ぜひ皆さんチェックの方してみましょう。